セミファイナルディープ公式戦東西レスラー対決。関西を代表する実力者赤尾誠二、レスリングの技術を MMA 仕様に改良し、幾多の強豪としのぎを削ってきた百戦錬磨のファイター。この度自分の城パラエストラ天馬を立ち上げたばかり、一国一城の主はこれからも格闘技界の頂を目指す。対するはディープ育ちの MMA レスラー高野勇気。学生時代から慣らしたレスリング技術をベースに年々進化を続ける努力の男。今模索しているファイトスタイルがハマれば、一気にトップ戦線に駆け上がる可能性を秘めるだけに、今回の戦いは何が何でも負けられない。セミファイナルディープ公式戦 63.2kg 契約5分3ラウンド、赤尾誠二 VS 高野勇気。